2016年中華民国総統選挙は2016年1月16日に中華民国で行われた総統を選出する選挙である。副総統も同時に選出する。第9回中華民国立法院選挙も同日実施され2012年総統選同様の総統選挙と立法院選挙のダブル選挙となった。選挙の結果、 民主進歩党の蔡英文が中国国民党の主立とも新民党の総総油を大差で破り当選を果たした。前総統の和英級は中華民国憲法規定により参戦が禁止されているため国民党からは別の新しい総統候補を出すことになった。史上初、台湾の二大政党の候補者は共には女性となったが10月17日中国国民党は 大陸との統一発言などで人気が低迷した公衆柱に変えて党主席の首立ずを新たに総統候補に指名し直した。11月16日、蔡英文氏はペアで出馬する副総統候補に中央研究院の陳建人前副委員長を擁立すると発表した。十八日、国民党も弁護士の王助元を副総統候補に擁立すると発表し、同日午前中に 新民党主席の総祖裕も副総統候補に立法委員の除菌明を擁立すると発表した。総統候補は副総統候補とペアで出馬し、比較多数の候補ペアを当選者とする。総統任期は4年、連続再選は2回まで。選挙権は20歳以上の自由地区に6ヶ月以上在住する中華民国国民。在外住民にも選挙権が有する。 非選挙権は自由地区に6ヶ月以上在住し、中華民国国民として15年以上経過したもので40歳を超えた時に非選挙人として登録される。ただし、中華民国国籍を回復、または帰化した者、大陸地区あるいは香港、マカオから台湾に移住した国民は、非選挙人として登録できない。立候補にあたって政党からの推薦を得るか、 複数の政党による推薦が必要である。無所属で立候補する場合は、直近の立法院選挙有権者1.5%の署名が必要。2016年1月16日の選挙は即日、開票され、民主進歩党の蔡英文が国民党の主立林と、新民党の総総有主席を大差で破り当選を果たした。蔡英文は中華民国、 全22地域の中で18地域も主立林を圧倒し、得票差25%強で大量リード当選を果たした。蔡英文は中華民国かつ大中華地発の女性総統となった。ありがとうございます。